おやあなたたちでしたか本当にお久しぶりですねひひしゃぶ業が肝試し大会をやるって聞いてすぐ申し込みに来たぞでもまさかあやとがいるなんてもしかして今回の肝試し大会って結構重要なやつなのかおやもしかして私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか 今回の肝試し大会は確かに私の提案ですあくまで企画を通しただけですがこうして確認をするのも私の仕事ですよ肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし参考にできる事例も多いのでおそらくつつがなく行われるでしょうし細かいことは家臣たちに任せていますからなるほどなってことは今。 あととはあまり忙しくないってことだなだったらオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよこうも自然に人に用事を言いつけるとはさすがパイモンさんですねまあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれないあ、ん何か言ったかお気になさらず <laughs> 時間もあることですから簡単に説明しましょう 肝試し大会その名の通り遊びとしての度胸試しです肝試しの場は鎮守の森にしました肝試しを始める前に毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます組み分けができたら事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します一番先にそのものを見つけた人がその会の勝者となります その会あれ、もしかして肝試し大会って何回かかやるのかその通り肝試し大会は3回行われます何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから商人たちは資金を集め上里家は場所を提供しましたそして鳴神大社が。 顧問を担当しています3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので試合自体も3回戦で勝負を決めますおいら分かったぞなんだかんだ言って要は珍珠の森でもの探しするだけってことだろ1回ごとに1つ見つけて3回で3つ見つけるんだな簡単じゃないかええよく理解してくれました 試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりですもし複数回勝利を収めた人がいれば最後に与えられる報酬も増えます3つ全て集めることができたら鳴上大社の提供する豪華五神物も獲得できますよ豪華五神物き聞くだけで高そうだぞさあ どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上で、あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論、肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、賞品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え、最後まで持ちこたえられるものがどれだけいるやら、 用意した商品が誰にも送られないとなれば私の方も困りますからね心配いらないぜその商品はオイラたちがいただくからなオイラは肝試したいかいって聞いた段階で怖かったけど旅人の方は度胸がいっぱいだぞ謙遜する必要はありませんあなたたちの度胸はこれまでの旅が証明してくれていますからさあ話はこのくらいにしましょう あとで私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれるものがいるはずです最後に友達として一つ教えてあげましょう肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのですどうかお気をつけて いつのあ口のぶりまさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよなお前もそう思うのかそう考えるとなんだかそこまで怖くなくなってきたかもとにかく噂の豪華ご神物のためにしゅっぱつ